今日はうちのチャンネルで初めて普通のね、ロードバイクを紹介しようと思います。で、バイクはね、もう見えてますけど、キャニオンのエアロード CFSL7 ディスク、えー、379,000円です。で、このところね、あの、ニセコブラベルとかラハプレステージ3条に向けて、キャニオンさんからね、あの、グリズルサスペンションをお借りして乗ってましたけど、ちょっとね、近日そのロードバイク寄りのね、イベントにね、参加することになりまして、だったらね、 このバイクが一番いいんじゃないかってことで、これをね、今お借りしてます。で、あの、グリズルにね、あの、エンビの、えー、SES3.4AR を、えー、使ってましたけど、このホイールをね、まるっとこっちにね、移植してます。で、一応ね、あの、エアロードの、えー、オフィシャルな、えー、マ MAX のタイヤクリアランスが、えー、30なんですね。 で、このホイールにアジリストの30を入れると、ちょっとね、タイヤサイズが若干太って32ぐらいになるんですよ。なんで、入るかどうか若干不安でしたけど、余裕で入ってます。なんだったら、多分ね、35ぐらいも多分入りそうですね。で、こういうね、バリバリのエアロードにあの30のタイヤ入れると、ちょっと太すぎてね、やっぱかっこ悪いんじゃないかっていう不安がありましたけど、実際ね、35入ったらすごいかっこいいですね。 で、僕みたいな、その、ど素人がね、こんな最先端のバキバキのエアロードをね、こう論評するのはちょっとおこがましいんですけど、あくまでも今日はね、素人目線からのエアロードをね、あの、語ろうと思います。で、大体ね、もう200キロ近くね、乗ってるんですけど、あの、僕のね、本当素直な、えー、ファーストインプレッション。えっ、ー、とね、まず、ハンドルが狭い。 あの、これ結構ね、あの、驚いたんですけど、まあ、最近、やっぱりこう、エアロダイナミックス、空力がね、すごい意識されて、プロでもね、やっぱ38とかの、えー、ハンドルバーを使う人がいますけど、このバイクはね、あの、ハンドルバーが40なんですね。で、僕今は、ね、今までそのグラベルバイクとか、まあ、結構そのオールロード系の、えー、ドロップハンドルのバイクを乗ってくることが多かったんで、結構ね、420前後あったんですよね。まあ、だから、 持った瞬間、まずそのコックビットが異常にハンドルが狭いっていうのを思いました。あとこれね、サイズが M なんですけどね。まず、あの、シートの高さを測って、自分のね、シートの高さにした時に思ったのが、もうピラーが全然出ない。結構僕その日本人としては、少しだけね、背が大きい方である178あるんですけど、178の身長であればね、結構ピラー出るんですよ。ところがね、あの、エアロードの、 この M サイズであればね、ピラーがね、ほぼ出ない。上のモデルになると、このね、ピラーのここに、キャニオンってロゴが入るんですけど、もしね、ロゴが入っていれば、ロゴの一部は多分ね、隠れるぐらいピラーが出ないんですよ。で、これキャニオンのそのサイズのチャートを見ると、S サイズっていうのは対応身長がね、172から178なんですよ。 で、M サイズが178から184なんですよね。まあだから、僕の身長178ってね、ほんとね、S でもいけるし、M でもいけるって、ほんと中華なんですよね。で、僕の身長の178センチっていうのは、キャニオンのマウンテンバイクでやればね、M サイズと L サイズの狭間で、あの、ダウンカントリー系だったら結構ね、L サイズの方が具合いいんですけど、下り系なら結構 M がいいんですよね。で、この、 エアドに関しては、完全に僕の身長はね、S サイズと M サイズの狭間で、まあ多分サイズダウンして S にすると、シートチューブがね、30ミ、mm、リ短くなって、逆に言うと、30ミ、mm、リピラーが出るんですよ。ただね、そのトップチューブが55なんですよ。で、僕が一番しっくりくるサイズ感って、トップがね、56なんですよね。で、今これ56なんですけど、現状ね、 僕、マウンテンバイクに乗りすぎたせいで、前傾が最近しんどいんですよ。でね、ステムがね、あと10ミリから20ミリ短かったらベストなんですよね。まあ、だから、その、ステムでね、やっぱりごまかすんじゃなくて、できればその自分の理想とするトップチューブ調のものを選んでもらって、まあ最悪最終は、このハンドル周りを交換するっていう感じでいいと思います。ただ、 このね、あの、ハンドルもおそらく別売で買ったらすごく高いと思うし、オイルアインが入ってるんでね、結構高値もかかるんですよ。まあだから、理想を言うとね、あの、本当ハンドルステム交換せずに、サイズがバッチリ来るのがいいと思うんで、あの、できればね、そのキャニオンの試乗会とかに参加してもらって、その、サイズが迷ってるんであれば、その車シ種シをね、両方とも2サイズ乗ってもらって、決める方がいいと思います。で、もし、 ちょっとサイズが大きいなと思うんであれば、まあ自分が一番フィットするね、そのトップチューブ調のものを買ってもらって、そっからね、最悪そのハンドル周りを交換して、まあ自分のね、好みに近づけるのがいいかなと思いますね。 で、このエアロードね、実は、ね、ざっくりとね、3つの、えー、モデルが存在していて、ちょっと分かりにくいんでね、えー、今から順番に説明しますけど、まあ一番ね、まずトップモデル、えー、CFR。こちらそのマチューがね、乗っているモデルで、先日ね、フランドルでも買ったバイクですけど、こちらね、そのトーレの、えー、超希少な M4OX カーボンファイバーを使用っていう風に書いてますけど、要は一番軽くて一番硬いフレームですね。で、プラス、 ハンドル幅が 40mm ね、もう可変できるハンドルバーが元からついてきて、まあ今流行りのね、超ナローのポジションも取れますよっていうのが CFR です。次がね、ミドルモデル、えー、CFSLX、えー。このモデルはね、あの CFR と同じ可変のハンドルバーがついてくるんですけど、カーボンファイバーの,あのグレードが若干下がりますね。あとは同じです。で、一番下のモデル、これですね。 えー、CFSL、えー。カーボンは、えー、CFSLX と同じですけど、ハンドルは可変、えー、しません、えー。ハンドル幅 400mm の固定です。ただ僕は 400mm でも全然問題なかったんで、よっぽどね、 380とかにしたい方以外は、多分これで全然満足できると思いますね。ま、ほんとね、あの、お金がある方はもう CFR を買えばいいと思うし、全然ね、この CF、SL とも全然いいんですけど、ほんとね、大事なのはサイジングです。あの、ちょっとね、僕も調べたら、マチュー、マチューハンデルプールがね、あの、身長がね、187センチらしいんですよ。なんですけど、彼はね、L を乗ってます。で、調べると、L サイズのね、対応がね、184からなんですよね。彼 はちょっとと多分大きいと思うんですよで一応 M サイズが、えー、178から184までなんでマチューもね乗れるのが M なんですよただ多分おそらく彼ね足がめっちゃ長いんで多分 M に乗るとピラーが出すぎてハンドルもねすごい長いステムをねつける必要があるのお恐らくね L にしてると思うんですけどとにかくねあのサイズ選びが大事なんで本当にもう一回言いますけど試乗会であの悩んで。 多分乗ってもらう方がね、ほんといいと思います。で、まあ乗った感想ですけど、本当ね、ドシロードみたいな感想しか出なくないですけど、とにかく早いです。んでね、あの、グリズルサスペンションに乗っていて、そっからね、ホイールだけをこっちに交換したんですけど、やっぱりサスペンションがね、前あったんで、どうもこう、ホイールのね、インフォメーションが少なかったんですけど、これにね、やっぱ変えると、ホイールをね、やっぱりこう、フックレスで、ワイドリムに、 チューブレスレディの 30mm っていう組み合わせの、まあ、素晴らしさがね更、まあ、にこう分かりやすいというか特にね、あのー、低圧で使ってるのにこんなにタイヤが寄れないのに振動は吸収してくれるっていう本当不思議な感じであの本当ね昔、あのー、クリンチャーの23とか25の時代例えば朝空気入れましたでちょっと前後空気入れすぎた硬いなと思うじゃないですか。でそれを数日間 乗り続けるといつしかちょっと空気がね下がってきてある日いきなりめちゃめちゃいい空気圧やなっていう時が来ると思うんですよでそのめちゃめちゃいい時がねずっと続く感じですねまあ、おそらくいいっていうのはねあの大きな理由は本当ねフックレスによって タイヤが寄れないんですね。もうそれが一番やっぱり影響があるみたいで、例えばコーナー曲がって立ち上がりでこうダンシングとかするときに、まあ体重がね、前輪に乗るんですけど、その時に、やっぱりクリンチャーであれば、どうしてもそのビードの部分でタイヤがね、売れる感じがあったじゃないですか。それがね、もう全くないです。 で、つまりタイヤが寄れないっていうことは、その分力が逃げてないんで、出力のロスがないんですね。本当ね、クリンチャーの頃っていうのは、例えばそのグラベル行ったら、空気圧を上げすぎると乗り心地が悪くてグリップしない。で、空気圧を下げすぎると次はリム打ちをするし、パンクするし、ということで、どっちにしてもね、きつかったんですよ。ほんとこのね、フックレスのワイドリムに、チューブレスの30という組み合わせが本当に最強で、まあ、あまりね、こういう、 パキパキのね、エアーロードに、その、30みたいなタイヤあって、あんまりこう、意味がないというか、気持ちよくないのかなと思ってましたけど、逆で、めちゃめちゃ気持ちいいですね。まあ、本来ね、あの、このバイクには、このホイールは入ってません。このね、40万円のホイールをもう交換して入れてるんで、若干ね、ずるをしてますけど、でもそれにしても,も、最新のね、 エアラのフレームに最新のね、エアラのホイールを履くと、やっぱりこんなね、気持ちいいんだなっていうのがね、やっぱり素人の僕にも分かったんで、まあ皆さんにもぜひね、味わってほしいと思いますね。あとね、もう一つね、素晴らしいと思ったのが、ちょっとね、紹介しようと思います。ほんとね、あのー、キャニオンっていうのはオタクがね、デザインしている会社だなと思うんですけど、まずね、これあのー、ガーミンマウント。こういうね、ガーミンマウントがついてくるんですけど、 このガーミーマウントの下にね、これ実はライトなんですね。で、ここのボタンをね、ポチッと押すと、こうやって取れるんですよ。で、こういうライトがね、ついてくるんですね。これしかもね、ライトの角度はもうこれちょっと実はね、変わるんですよ。すごいですよね。よくできてますよね。で、えー、っと、ここにね、USB の、しかもタイプ C のね、あのー、口があって、タイプ C で、えー、充電ができます。素晴らしいです。 ガーウィンがね、未、ま、だに、ね、マイクロ USB なんでイラつくんですけど、本当ね、こういうね、用品のね、あの出来がやっぱり素晴らしいですね。こういう感じかな。こういう感じでピタッとね、磁石でつくんですね。よく出来てますね。あとね、リアのライト。リアのライトも、まあおそらくね、これその、エアロね、あの、シートピラーの空力を損なわないようなデザインになっていて、本当ね、この一体感というか、 はいまあ、これならねやっぱり使ってもいいって気がしますよね普通にこれ伝わるかなこの一体感というか本当ねこの空陸を邪魔しないデザインになっててここにねボタンがあってこういう感じでつくんですけど本当で、ね、キャニオンってやっぱりこうおたくな会社でこういうね、まあ、細かい 用品とかね、よくできてますよね。ここまでね、大絶賛しました。えー、こういうね、ガーミンマウント、リアルライトも含めて、トータルパッケージでね、絶賛しましたけど、まあ、やっぱちょっとね、あのー、これはっていう部分もあって、まあ、これはね、エアロードの責任じゃないんですけど、まずね、105が、まあ、いまいち、まあ、これもね、理由があって、おそらくそのサイクルモードで2日間、土日、不特定多数の方に使い倒されて、ちょっと変速系がね、 だいぶしてて変速がちょっとなんか良くなかったですね。まあこれはね、チェーンリングとか、まあ、チェーンをね、リフレッシュすれば良くなると思うんですけど、ちょっとね、あの、あんまりドライブデラインが、ね、良くないです。 で、あと、なんかのね、表紙にフレームがね、パキパキ言うんですよ。で、まあこれカーボンフレームってよくあるんですけど、場所もよくわかりません。もうヘッドなのか、BB なのか、シートなのか。まあおそらくオーバーホールしてグリスアップすればね、治ると思うんですけど、まあちょこちょこね、ピキピキ音がね、なります。それぐらいですかね。 あともう一つ、あの、リアのブレーキのね、あの、パッドが若干吸ってて、で、まあちょっとリアのね、あの、後輪を外して見たんですけど、若干ね、リアのローターがね、曲がってるんですよ。で、これやっぱりこう、持ち運びするとか、 氷の突き外しとかもう、まあ、しょうがないんですけど、若干やっぱりローターもね。触れてきます。特にこの11速度ね。時代のえー、やっぱり志村さんのフラットマウントっていうのは本当ね。あの許容量が少なくて、少しでも、えー、ディスクブレーキのローターが曲がったりするとすぐにね。パッドをするんですよね。 であのクリス・フルームがねあの YouTube のチャンネルを始めて彼はねもうディスクブレーキ嫌いが有名で、まあ、チームスカイイネオスの時代からねもう決して、えー、ディスクブレーキのバイクを使わなかったですけどそれもね理由があって、まあ、彼が YouTube チャンネルではっきり言ってましたけどその11足時代の、えー、デュラーエースは例えば獲得標高3,000超の、えー、トレーニングライドをするとその下りでね ブレーキをやっぱり使うとね。アライメントが来るってパッドがすぐするっていう話をしてました。でもちろんこれってね。その一般人には該当してない話で。まあそのフルームの獲得。標高3000超のライトプラス。 多分下りもねそれらにガンガン攻めると思うんでですよで彼のライディングだからこそまあそのアライメントが来るってでパッドにねローターがするっていうのはあると思うんですけどただねそれにしてもやっぱりマージンがねやっぱ少ないみたいでそれはねフルーマはすごく言ってました。で フルーム予約、12足のデュライスになってから、マージンがね、増えて、その辺はまあ良くなってるらしいけどね、っていうふうに、彼本部にも言ってましたし、実際、あの、かなり、クリアランスはね、改善されてるらしいです。本当ね、ずっとそのリムブレーキをね、使ってきた方が、そういったね、少しでもこのローターが曲がるとか、アライメントがずれただけで、そのローターにね、 パッドが接触するっていうのは絶対許せないと思うんでそういった部分を考えるとねあのできれば12足のアルティングラもしくはデュライスのついたものを イイライラしないですね今日もね軽く乗りましたけどやはりねリアのパッドがね吸ってるのは良かったんでキャリパーをねちょっとずらして調整しましたけどんん、まあ、ねねもうコンマ何ミリの調整なでですよ、ね、ですすよごく難しいですちょっとこう締めるとキャリパーが動いて結局元の場所に戻ってね結局またキャリパーの位置が良くなくてローターがするっていうこともあるんでそういったねやっぱイライラ 感じたくないんであればもおとなしく今の12速のデュラエースかねアルテグラを買う方が多分すっきりすると思うんでストレスをね感じたくない方はもう現行のアルテグラを多分買う方がいいですね。はいというわけでね今日は珍しくねガチのロードバイクのレビューをしましたけどあの残念ながらねおそらくエアロ,ロード全部まだ発売前みたいですね。 ま、なんで、本当に、え、買いたいと思ってる方は、あの、キャニアンのウェブに行ってね、そのページの欲しいモデルを、え、notify me っていうボタンを押してもらって、メールアドレスをね、登録すると、発売前に、え、メールが来て、そのタイミングね、すぐに買えば多分買えますんで、ま、できればね、そういった感じで、あの、メールアドレスを登録していただく方が、多分ね、確実です。はい、もしね、今日の動画が良ければ、え、グッドボタン、登録の方もぜひお願いします。というはまで、次回お会いしましょう。